ームズ谷の釣り TV YouTube。ご苦労様でした。実は今も撮ってました。また釣れちゃった。うん、すごいです。また見えた。おう。でかいね。中が正解かな。うん。そうだね。おお、でかい。上張り食ってるから、そう。もう浮きがブラブラしてるその浅さがよくわかる。はい、お疲れ様でした。ジェームスさんです。はい、白崎です。今日は、ここはつぶらたこに来てます。つぶらたこのおかっぱりに虫がすげえな。つぶらたこおかっぱりね、初チャレンジ、初っていうかね、何十年ぶりにおかっぱりでチャレンジです。で、この場所を説明してください。ここはぬかりやつというところで、ここの満水の時には初めて入りましたね。もう上がちょっと桜の木がちょっと邪魔になるくらいまでなんですけども、かなり、つぶらたでも上流の方になります。ね、まあ来たのもそれほど早くないんだけど、最初11尺の、段底でやりました。午前中全く当たりなしで釣れなかったんで、午後お昼過ぎからかな、ちょっと釣り方変えて浅い棚でうどんセットにしたらようやく釣れ出しました。でね、まあ魚で結構ね、昔のつぶらたこと違って立派な、あとで動画で映ってると思うんですけど、でかくてね、鱗の綺麗なやつばっかりで、なかなか面白かったです。
で、私の強化は17枚。篠崎さんはどうで？おー、14枚ですね。私は何でやったん？私は5枚までは浅棚のうどんでなんとか5枚釣った後、どうしても底釣りがしたくてまた戻しまして、底釣りで9枚。まあまあね、お互いね、ちょっとしのちゃんは後半追い上げで、うん、まあ、風が吹くとね、途端にあの浮いてるのが沈んで釣れなくなっちゃうんで、もうちょっと、まあね、今の時期もうのっこみかなと思って、実際にあの登ってたり上の方にあのまあ溜まってるっていうような状態じゃまだなく、だん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 上に来てるかなと。本当はね、暖かいからもう上でそうです、いっぱいいるのかなと思ったら、ちょっと早かったかなっていうところもあるんだけど、でも腹パンパンですね。大きい本来ののっこみはこれから、ええ、で今日はちょっと早かった、 1,2 週間早いかな。そうだよな、桜咲いて散る頃がベストかな。まあもうね、でも浅いところに棚でいうと2本ないぐらいの底釣りだから、浅いところにもヘラ出てきてますんで、うん、これからねちょうどのっこみ時期になって、私は花粉症がひどくてもやってらんないんだけど、こんなでかいのがビシビシ釣れて、つぼらだこ、これからです。いいですね。なんとおかっぱりはちょっと出てるから800円、安い、でかい、面白い。放流バッジが通用する池としてこの辺で唯一つぶやかですかね。100円引きになるの？200円引き。200円引きってことは600円になるわけだ。600円です。放流バッジ持ってる方は600円、なくても800円。今が16日、16日ですから、まあ20日絡み、それから17から20日絡み、それから月末、天気がまあどうなるか分かんないですけど、そろそろ面白いですね。でかいのがバンバン畑に入ると思うんで、今日もね上にもだいぶね魚いたんで、もうあったかくなってますから、大変面白い釣りができると思います。皆さん、つぶらだこ、あと 1,2 週間経つと最高になりますので、ぜひ出かけてみてください。ジェームス谷でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。